韓国の漁業を盛り上げるために僕はいい案を考えたぞ。韓国は何をしているんですか。そんなことばかりするならこちらにも考えがあります。そんな皆さんは排他的経済水域という言葉をご存知でしょうか。排他的経済水域とは、漁をしたり天然資源を掘ったり科学的調査をしたりすることを自由に行うことができる海域のことを指します。世界各国が自分の国の領海の外にある一定の範囲でこの排他的経済水域を設定することができますが、自由に活動できる場所であるため、一つの国でその場所を占領してはならないというルールがあります。今回ご紹介するのは、そんな排他的経済水域に関するエピソードです。お隣の国韓国で外交官として働く男性は、排他的経済水域をめぐってちょっとしたトラブルに見舞われてしまったんだとか。一体彼に何があったのでしょうか。排他的経済水域は自由な場所？韓国外交官がやらかした大失敗とは。僕の名前はジーソン。韓国で外交官として働いているよ。僕が外交官に上り詰めるまでの道のりは結構厳しいものだった。小学校から勉強漬けの毎日で、さらに習い事も頑張っていたね。とっても大変な日々だったけど、韓国でエリートになる奴らはみんなこうして小さい頃から努力をしているものなんだ。おかげで僕は外交官という素晴らしい肩書きを手に入れることができた。僕は親戚中で自慢の存在になれたってわけだ。両親はいつも、子孫は私たちの自慢だって言ってくれているよ。そんな両親の期待に応えるべく、僕は外交官の中でも上の地位になるんだって日々奮闘しているところだよ。そんなある日、僕の部署に韓国大統領から連絡があった。その内容は、国連海洋法条約で規定されている海域で我が国は日本と重なる場所がとても多い。そこで日本へ行って韓国の有利になるような条件の協定を結んできてほしいというものだった。国連海洋法条約っていうのは、世界中の海を各国がどう使っていくかを定めたルールみたいなものだ。海の法的地位、海洋資源の利用、海洋環境の保護などに関することが定められているんだけど、その中に排他的経済水域の取り決めについての記載がある。排他的経済水域は、各国が自分の国の海域からさらに外側の海に対して設定できる範囲のことで、この排他的経済水域においては自由に活動をしても良いということになっている。もちろん環境破壊を起こさないというルールは守った上でね。今回はこの排他的経済水域が日本と韓国で重なるところが多いから、そこに関する取り決めをしてこいという依頼があったってわけだ。よし、この案件自尊に任せるよ。早速秘書と一緒に日本へ行ってくれ。上司の民穂さんにそう言われ、僕は胸が高鳴ったよ。大統領直々の案件を成功させれば僕の出世は間違いない、そう思ったからね。僕はすぐに秘書のジュヨンを連れて日本へ旅立ったよ。実は僕は日本のことがあまり好きじゃない。その理由は、僕の両親が反日家だからっていうのが大きいけど、実際に仕事で日本人とやり取りしていく中で、彼らが無駄に生真面目で面白みのない人たちだっていうのを知ってしまったからなんだ。そんな僕だけど、今回の日本出張で楽しみなことがあるんだ。それは日本で食事をすること。ジソンさんは日本の美味しい料亭をたくさんご存知ですよね。僕、ジソンさんと日本に行くといつも美味しい食事が食べられるから、今回もとても楽しみにしてきましたよ。ジュヨンはそう言った。そりゃそうさ。だって僕は日本に行くたびに美味しいお店はどこか探し歩いているからね。持っている情報量は相当なもんさ。僕は日本人は苦手だけど、日本料理は大好きなのさ。日本食はとても美味しいだろう。ベタだけど、
やっぱり寿司やすき焼き、ラーメンなんかは最高だね。日本のレストランはどこも比較的安価なのにとても美味しい。店も綺麗だしね。こればっかりは韓国も見習うべきだなって思っているよ。そんな話をしていると、遠いところまでわざわざありがとうございます。お迎えに上がりました。担当者の三浦です。と声をかけられた。どうやら彼が日本政府の迎えの者らしい。やあ、お迎えありがとうございます。日本人は時間にうるさいと聞くから早めに来たんですが、どうやら早く着きすぎてしまったらしい。僕はつい嫌味のようにそう言った。ジソンさん、あんまり喧嘩を売らないでください。ジュヨンにそう耳打ちされてしまったけど、三浦さんは嫌な顔をせずに僕らに頭を下げた。そうですよね。本来ならこちらが早くお迎えに上がらなければならなかったのに申し訳ありませんでした。いや、まあ別に大丈夫ですけど。嫌味に素直に謝られて、なんだか居心地が悪くなってしまった僕は、小声でそう答えて、そそくさと彼の後についていくことにした。ジュヨンに、韓国人は器が小さいやつって思われてしまうんですから、あんまり変なことを言わないでくださいよと注意され、僕はさらに立場がなくなってしまったよ。三浦さんはとあるビルの会議室に僕らを案内してくれた。さて早速ですが、今回の本題に入らせていただきます。日本と韓国で排他的経済水域が重なっている部分に関しての取り決めをしようということなんですが、まず排他的経済水域というのは沿岸から370キロ以内で設定ができますよね。しかし日本と韓国も竹島の領有を主張しているため、そもそも排他的経済水域の設定が難しいのです。ええ、竹島じゃなくてドクトですけどね。彼の発言に僕は訂正を入れずにはいられなかった。でもふと横を見るとジュヨンが顔をしかめていた。今そこは問題ではないので、いちいち突っかからないでください。小声でそういう彼に、僕は少しイラッとしながら、分かったよと答えた。すみません、ここは日本ですので竹島と表現させてもらっています。とにかくこの島が竹島であろうとドクトであろうと、今はそれは関係ないんです。とにかく我々日本側が提案したいことは、この島をないものとして暫定的な水域を決めるということでどうでしょうか、ということなのです。悪くないと思った。そうすると水域の境界線はだいぶ日本寄りになるからだ。いいでしょう、そうしましょうか。僕がそう答えると三浦さんは続けた。では水域をそのように認識するとして、一点我々から韓国に対してお願いがあるのです。韓国には日本の水域での密漁を今後一切やめていただきたいと思っています。僕はドキッとした。実は今韓国では密漁が問題となっているからだ。でもまさかそんなことを韓国人である僕が自ら言うなんてことはできないだろう。そんな、韓国がまるでいつも密漁をしているかのような言い方をよしてくれよ、失礼だ。僕は軽くそう言うにとどめた。そしてその後、僕らは互いの意見を交換し合いながら日韓漁業協定を結んだんだ。帰国後、僕は今回結んだ協定の内容を細かくまとめ、大統領をはじめとした全ての関係者に説明をして回った。でもその後すぐとんでもない事件が起きたんだ。ジソンさん、日本の三浦さんからお電話ですよ。なんだかすごく怒っているみたいでしたが。ある日ジュヨンが慌てた様子で僕のところへやってきた。三浦さんが、なんだろう、とにかく繋いでくれ。僕が電話に出ると三浦さんは確かに怒っているようだった。ジソンさん、この前結んだ協定には何の意味があったんですか。韓国側はカニを乱獲しすぎですよ。日本が協定通り底引き網でカニ漁をしているのに、そちらはどうして底差し網漁をしているんですか。固定式の漁をするとカニやエビは取れすぎてしまうんです。せっかく日本が底引き網漁で頑張ってカニの数を増やしてきたのに、どうして韓国は根こそぎ持っていこうとするんです。
それから一部の韓国漁船は日本領にまで侵入して漁を行っているという情報も入っています。密漁もやめてくださいとあれほど言ったでしょう。それは僕はうまく言葉を紡ぐことができなかった。だって確かに韓国は底差し網漁をやっているからだ。先日結んだ協定ではその漁法ではカニの減少が危ぶまれるということから底引き網でカニを取るというルールが定められた。でもそれではカニの漁獲量は減少してしまう。韓国の国益に関わる問題になるんだ。だから協定を結んだ後も韓国では底差し漁を継続していた。さらに取れるカニが減少してくるといくつかの漁船は少しだけ日本領で漁をしていることがあるという情報もあった。つまり僕は今回三浦さんに指摘されたことは全て知っていたんだ。でも僕はあえて漁師たちの行動を止めなかった。全て韓国の国益のためさ。でも知っていたけど直さなかったなんて言ったら大変なことになるだろう。だから僕は返事に困ってしまったんだ。申し訳ないけど取ってしまったものは仕方ないのでは。もう海外へ売ってしまった分もありますし。僕の言葉に三浦さんは一言こう言ったんだ。ああそうですか。あなたでは話にならないようだ。まあこのままで済むと思わないでくださいね。ってね。普段怒らない日本人が本気で怒っているのを目の当たりにして僕は少し怖くなったよ。隣でジュヨンも不安そうな顔をしていた。三浦さん大丈夫ですか？ところで今ジソンさん余計な発言をしていなかったですか？え？いや、もうなんとかなったから大丈夫だよ。僕はそう答えたけど内心は心臓バクバクだった。僕は一体どうすればいいんだろう。このままで済むと思うなってどういう意味だ。上司に相談するか。でもそうすると協定を結んだのに漁を禁止しなかった僕の責任を指摘されてしまうだろう。僕は思い悩んだ結果ひとまずジュヨンに正直に今の電話の内容を全て話すことにした。彼は呆れていた。それは三浦さんに怒られて当然ですよ。先日の協定を結んでからどうして漁師たちに底差し網漁や密漁を禁止しなかったんです。知っていて止めなかったなんてとんでもない話だ。それは韓国の国益のためを思って。それでも約束は約束ですよ。排他的経済水域において日本は資源管理をしっかり行って漁をしているのに韓国は取り放題をしていたらおかしいでしょ。誰だって思いますよ。このまま本格的に国際問題に発展する前に早急に手を打つべきです。一体どっちが上司なんだと思われてしまうような会話だけど僕はジュヨンにそう言われてしまった。でも僕はまだどこかこの件を楽観視していたんだ。ね、日本は気が弱くて文句を言わない奴らだからさ、きっと今回の件もなんとか収まるだろうよ、なんて言っていたんだ。その数ヶ月後、僕のもとへ上司のミンホさんが鬼の形相でやってきた。ジソン、君に任せていた日本との漁業関係の件だが、日本から抗議が来ているぞ。我が国の漁船が排他的経済水域で底差し網漁をしていたり、あろうことか、日本領で密漁もしているらしいじゃないか。日本の船が韓国漁船を追いかけたところ、彼らは道具をすべて海に捨てて逃げたらしい。韓国の漁船はどれも高性能レーダーを取り付けていて、日本の監視船が来たら即逃げるんだそうだ。そんな装備をいつの間にと思って調べてみたら、君が手配しているという証拠を聞いたんだが、一体どういうつもりだ。え、どこでそんな話を。僕は冷や汗が止まらなかった。そう、僕は韓国の国益を守るため韓国漁船に高性能レーダーを取り付けるように指示したんだ。日本の監視船が来たら証拠の漁道具を捨てて逃げろという言葉も添えてね。不法な漁も捕まりさえしなければ問題ないからさ。でも誰にもわからないように手配したはずだったのに、
どこかでその情報が漏れてしまったらしい。僕は韓国のためを思ってやったのですが、申し訳ありませんでした。うなだれる僕を見て、ミンホさんは吐き捨てるように、もういい。君に任せたのが間違いだった。まったく、とんでもないことをやってくれたもんだ。と言った。呆然とする僕のもとに、今度はジュヨンが走ってきた。大変だ。アメリカのマークさんからお電話です。今度はなんだよ。力なく電話に出た僕だったけど、マークは電話の向こうでとても怒っているようだった。ジソン、君たち韓国から買った貝類からノロウイルスが検出されたぞ。たくさんのアメリカ人に被害が出ている。よく調べたところ、他にも韓国から輸入した海産物から様々な菌が検出されている。これは韓国の海が劣悪な環境にあることの証拠だ。このままでは君たちから今後海産物を輸入することができなくなってしまう。なんとかしてくれ。そんな。重なる時には重なるものだね。なんとアメリカに輸出した韓国産の海産物から様々な菌が検出されてしまったんだ。というのも、実は韓国では下水処理施設があまり整っていなくて、そのまま海に垂れ流している地域があるんだ。その辺りで取れた海産物からはこうして菌が検出されてしまうことがある。これまた大変な問題になってしまったぞ。僕はもうどうしていいかわからなくなってしまった。ひとまず対応を上司に相談してまた折り返します。僕はそう言ってミンホさんの元へ走った。さっき怒られたばかりで気まずさは最高潮だったけど、そんなことを言っている場合じゃない。アメリカから連絡があって、韓国の魚介類からノロウイルスが検出されてしまったんだそうです。なんだって？ちっ、次から次へと。ミンホさんは舌打ちをしながらどこかへ走っていった。そしてまた電話が鳴った。相手は三浦さんだった。周りには誰もいなかったから僕が出るしかない。はい、ジソンです。ああ、あなたでしたか。申し上げにくいのですが、こちらでいろいろと協議した結果、やはりあなたが担当のままでは不安しかありませんので、今後はジュヨンさんに担当していただきたいと思います。ジュヨンが？彼はただの秘書だぞ。ええ、しかし彼は信頼できる人間ですし、様々な知識を持っているでしょう。適任だと思いますよ。そうですか。まあ、後任に関してはまた連絡しますよ。なんてことだ。僕は一体どうなるんだろう。頭を抱えていると、今度はミンホさんがやってきた。子孫、君には部署を移動してもらうことになった。今、上層部で相談して決めたことだ。日本との問題とアメリカとの問題、これらはジュヨンと私たちで解決していくから、君はもう外れてくれ。何を言っているんですか？本気ですか？すがるようにミンホさんにそう言ったけど、彼の目は本気だった。本気に決まっている。君には期待していたが裏切られた。そんな人間に仕事を任せることはできない。そんな。僕はこうして突然全てを失ってしまった。エリート街道まっしぐらだったのに、こんなことが起こるなんて一体誰が想像しただろう。そもそもの始まりは、日本に対して誠心誠意対応しなかったことだ。僕は韓国のためを思って行動していたつもりだったけど、それは確かに自己中心的なものだった。自己中心的なことをしていたら、いつか自分の周りから人がいなくなってしまうんだね。日本人が人のために行動する、自分がされて嫌なことは人にしないという教えを子供の頃から守っているなんて話を聞いた時、僕は日本人はバカだなって思ってたんだ。そんなことをしていたら自分が損をするだろうってね。でも本当はそう考えるべきだった。人は本来こうあるべきなんだって気づいたんだよ。まあ、全てを失った今、そんなことに気づいてももう遅いのかもしれないけどね。
ジソンさんは韓国の利益を最優先しすぎたあまりに大失敗をしてしまったようですね。今回のジソンさんの投稿には海外からもたくさんの声が寄せられていましたのでご紹介します。韓国人はいつも自分のことばっかりだよね。ちょっとは反省するといいよ。韓国の海は汚いって噂で聞いていたけど本当なんだね。怖いなって思うわ。日本は今回よく言ってくれたよ。これからもダメなことはダメってしっかり言ってほしいね。ジソンさんの話にもありましたが、韓国は下水をそのまま海に流している地域があり、その汚染度が世界一になってしまったこともあるんだとか。日本との排他的経済水域の関係性や海の環境整備、韓国には様々な問題が山積みになっているようです。一刻も早くそうした問題が解決されることを願っています。皆さんの感想をぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。